ございます。みんな早起きありがとう。これから長くもかありがとう、お待ちしてます。眠い、わかる、だよね。すいません、朝からありがとうございます。今日はおしゃべり会なので早速メイクをしていこうと思います。もう向かってますわ、気をつけてきてね。今日2部しか撮れなかった。あら、当日券あるのでもしよければいつでも。はい、ちょっとね、ダメだ、頭が回ってない。はい、メイクをしていきます。で、今日は、あ、見て、これかわいい、ミッフィーちゃん。ファンの方からいただきました。今日これにしよう。もうね、スキンケアは終わってるんですけど。あ、そっか、今日、ゆなこのバースデーイベント、確かにそれもあるね。そうだ、回す人はいるよね。どっちも行く人。そうで、今日は浴衣なんですよね、1部から6部まで。だから本当は髪の毛も配信の中でやれたら一番良かったんだけど、時間がなさすぎてちょっとできなかったので先にやりました。浴衣用に今日はこんな感じにしようと思います。当日券ありますよ、1部から8部のどこかの券が1枚でも持ってれば来れますので、ぜひ。そう、1枚でもね、持ってないとね入場できないので、ちょっとそれだけね、そうなんだよね、1枚でもあれば当日券で増やせます。増やせます。そうなんですよ、事前に1枚でも取っておかないとできなくて。そしてね、全然風邪とかじゃないんだけど、私朝ダメなんですよ、鼻が大きいな時なんだけど、なのでちょっと鼻声ですが、多分会場に着く頃には元気になってるのでお気になさらず。事前に撮っておけばよかった。そうなんですよ、だから撮ってくださいよ。今日行きますね、お待ちしてます、お気をつけて。そうなんだよ、みんな当日券に頼ろうとすると取れなかったりするから、事前の申し込みをおすすめします。朝からこんなに声が可愛いの、いや逆に朝違う声だったら怖くない？あれも朝、そっか、声出ないとかでね、低いとかね、なるほどね。もうね、でも朝はね、私この髪の毛するのに今日は朝5時に起きたので、もう起きてから1時間ぐらい経ってんだよね。現地から見てます、早くない？着くの早いね。そう、てかね、配信自体が私久しぶりなんだよね。この前今週の月曜日にカフェに行って以来、しかもカフェ終わりもさ、ちょっとしか配信できなかったんでね、20分ぐらい20分ぐらいしか配信しませんでしたよね、私。そうで、この配信してない間にね、いろんなことしてきたので、私私をメイクする、あ、しましょう、一緒に Get Ready With Me。ちょっと今日は急ぎ目なので使ってるコスメとかそんな紹介しないんですけど、でもこの前のコスメ紹介配信したから、まあほぼ一緒です、使ってるものは。見てください、この前のカフェの前に行ったゆきりんさんのプロデュースの
ユーピンクのポップアップで買ったやつ、これ使います。これ使ってます。めっちゃいいです。なんかこれね、私が行った後の完売になってた毛穴埋めるやつ。クッションファンデ昨日ネットで販売して、なんかさ、完売、すぐ完売になっちゃったらしいですね。すごい、買えたんだ。すごい。私も今日ちょっと使おうと思って、私はこの前ポップアップに行った時に買えたので、まだ使ってなくてね、今日初めてちょっとこの配信の中で使ってみようかなと思ってます。はい、待ち構えてた。え、すごい、買えたの。すごい、今日は私も使おうかな、もうね、毛穴のやつを、鼻とこの辺と顎と、余ったらおでことかにも塗ってます。メイク時間は何分か分かんないけど、でも7時までにはねちょっと終わらせないと間に合わない。私長岡に行けなくなっちゃう。行かなくていい。だからタイムリミットは1時間、その前には終わるでしょうという感じで。あ、そうそう、それで配信をあんましてなかったんですよね、今週。配信をしてない間に私はいろんなことをしてまして、そうなの。カフェのね、次の次の日、東京でお仕事だったんですけど、その後家族と合流して関東、関空、え、I love you だって、ありがとうございます。関東観光をしてきたんですよ。あのお仕事終わりはね、ちょっともう時間が遅くてビアガーデンしか行けなかったんだけど、観光でもなんでもない、ただ楽しんだだけ。ビアガーデンに行ってきて、で次の日に朝から川越に行ってきた。川越に行って、そっから新潟への帰り道の途中で群馬に寄って、しょっちゅう、あ、今週は会ってますね。なんか今妹が帰ってきてて、であともうちょっとで帰っちゃうから、妹がいる間ちょっと私もできるだけ実家に帰って、まあ、妹に会いに行っているという感じです。そうだから、ちょうどなんか妹が帰ってきてるタイミングで新潟じゃなくて関東に遊びに行くっていう。妹関西に住んでるので結局関東も旅行になるから、そうだから帰ってきてるタイミングで家族で旅行に行こうみたいな話になったんだけど、私が全然予定が合わなくて、本当はねグランピングとかでもいいねって話してたんだけど、予定が合わなかったから、もう私に合わせてこっちに、こっちってか関東に来てもらうスケジュールにしてもらって、でもちょうどね家族もなんかずっと前から川越に行ってみたいっていう話だったから、それならってことで川越に行ってきました。川越ね、楽しかった。めっちゃ暑かった。なんか超お天気が良くてめちゃくちゃ暑かったですけど楽しかった。ちょっとね浴衣とか着なかったんだけど、普通に私服だったけど、そう、楽しかったです。川越はなんかあのな、どこっていうの、どこっていうの、なんか、ま、町町並み、チャットの写真がない、わかる、撮影みたいだった。え、でも実際ね川越行ったらね、撮影してる人がいてね、なんととあるアイドルに会いました。全然声かけたりとかしなかったけど、とあるアイドルさんがロケをしてて、
なんか、あ、普段私たちがこう外でロケしてる様子ってこういう風に見えてるんだなって思って、すごい、うん、めっちゃ有名な人、めっちゃ有名なアイドル、48ではないんだけど、48ではないけどめっちゃ有名なアイドルさんがロケしてて、おーって、多分ね、どっかのねフェスなんだろう、何かでは一緒になったことがあるような気もするけど、そんなに接点もない、そう、だから妹と感動してました、めっちゃ可愛いって言って、それで川越行って、あとは帰る途中になんかイケアに寄りました。群馬新しい、今年の1月とかにできたらしくて、そうで、この前一昨日インスタにも載せたんですけど、あれ本当行った直後行った直後のイケアの写真なんですけど、なんか犬を2匹持ってたじゃないですか、でもあれ私の犬じゃなくて私んちの犬じゃなくて実家と妹の家のワンコで、私はワンコ飼ってないんですよね私の家のワンコじゃないんですよね、あれすごい我が物みたいな感じで乗せたけどそうなんですよ、私はね別の子をお迎えしたから、そう、あ、気づきました、そうなんですよ、ちょっと今めちゃくちゃ隠してるんだけど、見て新入りミッフィーがいるんです、実は川越に行った時になんかミッフィーのお店が川越にあって、たまたま普通に川越、そこに行くために川越に行ったわけじゃなくて、普通に川越に旅行しに行ってたらミッフィーのお店が川越にあったって話なんですけど、そこでミッフィーの新しいミッフィーちゃん、私はお出迎えしたので、なので私はイケアでは買わなかった。ちょっと今日はね、あのゆきりんさんのクッションハンデを使いたいんだけど、その前に肌ムラを先に補正します。デリマルは出迎えてないですよ、あの返却しましたデリマルとはおさらばしました。そうなんだよ、そうそうそう、あの私がその配信をしてない間にさ、スイーツ部とかも配信されたか見てくれましたか、すごい顔がとんでもないことになってる、見てくれました、今回のスイーツ部は寺泊まりに行ってきました。スイーツ部のロケもめちゃくちゃ楽しかったな。そう、ちっちゃいデリマルくんで、そうなんですよ、なんか寺泊まりね、食べ物のイメージがあるんだけど、ああいう乗馬とか水族館はねずっと、なんだろう、場所は知ってたんだけど興味はあったけど行ったことなくて、めっちゃ楽しかった
デリマルのアテレコのあれ本当に全然できなかったなんか自分でつぼっちゃって、なんかあんな低い声出さないから、出せるんだよ、なんか低い声出せますかって言われるんだけど、出せるんだけど出さないからさ、ちょっと笑っちゃってさ、じゃん、ここで登場ゆうピンク、初めて使う。じゃあどんな感じかな、私普段クッションファンであんま使わないからさ、ちょっと本当にまだ何にも開けてない、あばばばば何にも開けてない、開封使ってみます、初めて使う。ドキドキ。私はねこれ01番だから結構白いと聞きましたが、一旦手に出して、あでもいけるか、あなんか大丈夫かも、めっちゃ見て、めっちゃツヤ、えすごいカバー力、めっちゃ綺麗、素敵。えこのさパフの形がめっちゃいい、このここのくぼみめっちゃ使いやすい、ほらこういうところ、本当にカバー力めっちゃすごい。楽クッションファンデって普段あんま使わないけど、めっちゃこれで終わるもんね、ね、めっちゃすごくない、めちゃくちゃ綺麗になる、ちょっとちゃんと塗るね、カバー力がめちゃくちゃあるかも、耳の配信見てメイク大変っていうより楽しそう、え楽しいよ、このね鼻のとこもめっちゃ塗りやすい、こうやって鼻に大フィットどう、めっちゃ良くないですか、めっちゃツヤツヤ、でもなんかカバー力はちゃんとあるけどめっちゃ厚塗りって感じではないのがめっちゃいいですね、どう、素敵ってか、なんかお直しもしやすそう、ちょっとコンシーラーはやっぱいるかな、めっちゃカバー力はあるけど一応気になるところは別でコンシーラーは塗った方がいいかもしれない、多分ね公園とかだとちょっとなんか怖い、公園の時はめっちゃ汗かくからすごいマットにしたくなる、さ劇場の照明とかでさ汗ってツヤと分かんなくなるじゃないですかだから公演の時は結構マットにするので、劇場公演では使わないかもだけど、なんか日常的なお出かけとかそういう時にはめっちゃ使いたいかも、めっちゃツヤ綺麗、肌をめっちゃ綺麗に見せてくれる感じがする、素敵、うん、劇場の時はやっぱ汗に強いとかそういうメイクをするので、ね、
今日は全然汗かかないからもうガンガンにツヤ肌にします。あ、そう、チャームついてる、かわいい、こんな感じです。何しました。うん、確かにめっちゃカバー力があるか。あー、すいません、モーニングアタックが、モーニングアタックって言うんですって、朝のこのくしゃみ出るやつ。私寒暖差アレルギーとさ、モーニングアタックがさ、しっかり出るんだよね。で、寒暖差アレルギーめっちゃ面白かったのが、その川越に行った時に、外めっちゃ暑かったんだけど、店の中涼しかったりとかするから、もう寒暖差アレルギーがめっちゃ激しくて、車から降りた瞬間くしゃみみたいな、分かりやすかった、めっちゃ、うん、オッケー、これで一回吹きかけて、日傘はめっちゃ使ってますよ。日焼け止め塗るのもめんどくさいから、日焼け止めはめんどくさくてあんまちゃんと塗ってないんですけど、日傘はちゃんと持ってる。今回めっちゃ役立ちましたね、カーブは必需品だった。そう、あ、そうそう、それで川越と群馬のイケアに行って、あと昨日は片貝花火に行ってきたんです。昨日リハだったんだけどさ、リハ終わりに飛び出して行ってきた。群馬で帰ってきた、その日は実家に帰って、昨日は実家からレッスン場に行ってはない、一旦家には帰ってきた。荷物置き、レッスンに持ってなかったから、レッスンにだけ着替えに一旦家には帰ってきたけど、昼まで実家で過ごして、だいぶ良かった。あ、嬉しい嬉しい、私が作ったわけじゃないけど。お揃いいいよね、彼。そう、昨日は3時までリハだったんですけど、でさ、片貝花火って行ったことなくて、ていうか花火なんか新潟祭りの花火しか、家族でそういうなんか花火大会って行ったことなくてね、なんか長岡花火とかも行ったことなくて、新潟の人なんだけど、だからこの花火大会の感じが全然分からなくてさ、なんかどれぐらいの時間に行ったらいいのかとかも分かんなくて、だからなんか本当は昼なんかね、その行ったことある人に話を聞いたら、なんかもう昼くらいに向かわないと車止めるところがないみたいな言われたって言ってて、そう、だからさ、リハ3時に終わるとはいえちょっと無理じゃないって感じだったんだけど、妹がねちょうど新潟に帰ってきてるし、なんか夏らしいことしたいって言ってたから、花火見に行けたらいいねっていう話だったので、ちょっと強行突破で3時にリハが終わった後に行ったの。で、でもね、全然大丈夫だ、全然大丈夫、うん、全然大丈夫だったよ。そう、車止めて30分ぐらい歩いたんだけど、でも30分だ、30分ぐらい歩いて、その神社ところまで行って、で、なんか当日券があったのよ。当日券でなんか桟敷席に座れて、
からちゃんとしたところで見れました。しかもめっちゃ近い。すごかった。なんかその今年ね、柏崎の花火をまあ見させていただいたんですけど、そう、桟敷で見ました。見れました。なんか知らなくて、そんな当日行ってもそういうとこ座れるって。フォローしました、ありがとうございます。そう、なんか長岡とかだったらさ、多分ないよね当日券。長岡花火も行ったことないか分かんないんだけど。そう、え、めっちゃ近かったよ桟敷。なんか当日でこんないいとこ座れるんだと思ってびっくりしました。で見て、だからお家に帰ってきたのが日付回ってたんだよね。そう、結構本当にちゃんと最後まで見ました。四尺玉も見たし、ちゃんと最後まで見てから帰ってきたから、お家帰ってきて日付回ってて、そっからお風呂入って今日のおしゃべり会の準備して2時ぐらいに寝て5時に起きた。5時に起きました。そう、だから結構本当にスケジュール的にはめっちゃ強行突破だったんですけど、リハ終わりだし。でもめっちゃ行ってよかった。初めてああいうちゃんと知ったとこで、そう、タフてかね、パパがもうずっと運転しっぱなしだった。川越とか行った時も、昨日のおじやも全部パパが運転してたから、パパもめっちゃ大変だった。そう、なんかすごいめっちゃ綺麗だった。なんか柏崎もね、すごい近くで見させていただいたけど、逆になんか近すぎてずっとすごいみたいな感じだったけど、なんか桟敷席、昨日は桟敷席に座ったから程よい距離感程よい距離感でめっちゃなんか一番いいところだった。そうなの、朝早かったけど、でも、あ、今日ね、今日朝早かったけど行ってよかった。まあね、移動中私はゆっくり座ってるだけだから。そう、パパは川越までの運転と宇治山の運転と2日3日ずっと車で運転してましたね。そう、でもなんか妹が帰ってきてるから、帰ってきてる間にいろいろしようと思った結果がこのつめつめだから、私も今月、妹今月に帰ってきてて、今月の頭、先月31日に帰ってきて、今月頭からずっとこっちにいるんですけど、私今月なんかまだ2日3日ぐらいしか本当のお休みなかったんだけど、全部妹に会ってる全部妹に会ってる。だから休みじゃないのになんかめっちゃ充実してるみたいな。娘2人帰ってきたパパも張り切っちゃう。あ、ですね、そうだと思いますだからなんかお祭りとかも子供の頃もね行ったけど、新潟祭りとかさ、なんか私お祭りってあんまり食べ物とか屋台の食べ物とか買ってもらった記憶がなくてあんま買ってもらった記憶がなかったんだけど、なんかそれこそ川越もそうだし、昨日もなんか何でも買ってくれた何でも買ってくれたって言ったらあれだけど、なんか全部パパとママが全部お金出してくれた。でもさすがにね、お祭りはでもたこ焼きとポポ焼きは私が買いましたけど、それだけ、私がお金出した、それだけだからなんか昔より甘々になってましたパパとママが昔より甘々だった。
普段娘2人がいないですからね、家に。あの串は買ってもらった、ハラミ串。昨日ねめっちゃいろいろ食べましたよ、お祭り。なんか昔ポッポ焼きと焼きそばとみたいな、そんな記憶だったけど、昨日はいっぱい。削りいちごも買ってくれた削りいちごも買ってくれたし、チーズハットクも買ってくれたし、揚げ餅も買ってくれたし今までで一番お祭り楽しんで、かなんかその屋台とかもね、なんかもちろんいっぱい出てるんだけど、なんかすごい混んでるってわけではなくて、なんかさ、カンバラとかさ、なんか新潟祭りもだけど結構人でいっぱいじゃないですか。でもね、なんか人でいっぱいなんだけど、そのぎゅうぎゅうになるほどじゃなかったから、すごい過ごしやすくて、なんか高いってこんな感じなんだと思って、めっちゃ楽しめました。しかも早くに着いたからゆっくり屋台も行けたし、そうで、なんかね、その片貝の花火のなんか、なんだろう、お土産みたいなところがあって、だってそういうのもあるの知らなくてね、なんか、あ、こういうことやってるんだみたいな。長岡花火行ったことないから分かんないけど、長岡花火もそうなのかな。なんかね、ガチャとかがあってガチャ、シアターくじみたいなガチャがあってなんか大当たりだとこれぐらいの大きさの、なんか四尺玉のこういうのが、大当たりだとこんぐらいの大きさで、なんか小当たりだとこんぐらいの四尺玉のキーホルダー、ステッカーとかあって、私と妹と1回ずつ、これもパパがやらせてくれてでも私はくじ運なくてステッカーだったんですよ、4尺玉って書いてある。でも妹がこのちっちゃい尺玉のキーホルダーを当てて、そう、私はちょっとくじ運なかったんで。すみません、アイライン引いてると黙り込んじゃうそう、めっちゃ可愛かった、その尺玉のキーホルダー。なんかそういうのもねやってて、お土産とかだけじゃなくて、もうなんかすごい知らなかった、ほんと知らない新潟を知れました。そうだから、ただね遊びに行ってるわけじゃなくて、いやそうなんだけど、遊びには行ってんだけど、なんかちゃんと気づき、発見がいっぱいあるので楽しめました。あ、リップブランパー恐ろしい、ありがとうございます。あ、なんかタイミングは別にいつでもいいんですけど、めっちゃ今唇が乾燥してたから、なんとなくつけた、買ったという別にタイミングはどのタイミングでもいいと思います。私は唇がすごい乾燥してたのでつけました。そういう目線で物事を見るようになっただけでは、ああまあそうかも、職業病職業病かな。でも職業病でもないか、別にアイドルの仕事ではないもんね、これ。なんなんだろう、
でも私の家族がもともと結構そういう観光系がさ多いから、ママバスガイドさんだったりとか、今違うんですけど昔ね、昔バスガイドさんやってたりとか、パパはなんか船の人だった。船乗りじゃないけど船乗りじゃないけど、そういう、なんだ、新潟の観光系に結構なんかそういうところにいた人だから、うん、船の人、昔新日本海フェリーに勤めてた。今いないですよ。今いないけどね、めっちゃ昔ね、ママと結婚する前の話ね。だからなんかそういう新潟の観光とかに結構、なんだろうね、そういうところにいた人いた人だから、パパもママも、そうだし、今私が今こういう仕事をしているのもあって、もう妹の勉強にもなればみたいな。いろんなところに連れて行ってもらったりすることが多いか。普通の旅行っていうよりかは、なんかそういうもっと新潟にこういうのできたらいいよねみたいなって思いながら出かけることが多いか。とか逆に新潟のいろんなところに行って、新潟ってこういうのやってるんだなみたいな。船とバスの子供、はい、今はどっちも違いますが、昔の話、すいませんね、ちょっとまつげは繊細な作業なのでアイメイクは繊細な作業なので、ちょっと黙り込んじゃうんですよね。ちょっとタイムリミットがね迫ってきたから、ちょっと急ぎ目で頑張らなければいけない。そう、今日はおしゃべり会ね、1部から8部まであるんですけど、いや、告白企画があるというか、見ましたか、ちゃんと、みんな見ましたか。
そう、ちょっとちなみにちょっとチラ見えしてんだけど、この後服見せますね。でもこの服は7、8分に着る服、1から6分は浴衣なので、じゃあ浴衣はもう持っていく準備しちゃったから、ちょっと浴衣お楽しみで当日の。楽しみにしていただいて、7、8分の私服はメイクが終わったら、てかメイクとか準備が終わったらちょっと公開しますね。東京あるからめっちゃ人来そう、来てくださいお待ちしてます。いや、ありがたいことにね、なんかこの前のそのガタチューブの動画で後輩たちに達人と言われなんだ達人ってって話なんですけど、ありがたいことですよね。当日券はね、多分私は完売してる部がないはずなので、多分全部の部に使えると思います。多分ね、達人なんか逆にハードル上げられてる感半端ないけどなんか達人って聞いてきましたみたいな、めっちゃハードル上げられてるやんそう、でもなんか逆にね、あの動画を見て、あ、じゃあ今度みゆみのおしゃべり会気になるから行ってみようかなって思ってくださる方がいるかもなんで、8部は完売して、あ、本当ですか、3部完売して、あれれれれ私の知らない間になんかいっぱい完売ありがとうございます。ちょっとだ今日行ってみないと分かんないです、ちょっと何部が空いてるかとかは。でもぜひ当日券は必ずある部はあるので、ちょっとどの部がないかは私も把握してないんですけど、ある部はあるので、ちょっとそれを見て、あ、空いてそうな部があったらぜひ遊びに来てください。ハードルね上げられてる感あるけど、せっかくそう言っていただいたからにはちょっとね、腕の見せ所ですね告白、はい、の部でもね、今回は告白3部と6部と8部なので、もしかしたら6部は残ってるかな、6部浴衣最後なので、よかったらはい来てください。後輩にそう思われていることが実態、いや本当にそう思う、本当にそう思う。だってさ、でも実際さ、後輩がさ、私のおしゃべり会に来てるわけじゃないじゃないですか。だからそのまあなんか実際にその本当におしゃべりがすごいって体感しているわけではないと思うんだけど、でもなんかそう思ってもらえることってすごいことですよね。嬉しいですね。そうだって私も全然人が並んでないこともあったので3、6、8部行くね、見事に告白の部しか来ないじゃん、私と喋る気ないもっと普通のお話する気はないのないの。告白はね、なんか初めましての人にこそおすすめしたいかも。なんか何喋ったらいいか分かんない、耳の喋り会で噂には達人と聞きましたが、何を喋ったらいいか分かりませんみたいな、勝手に進むから勝手に進むから、初めましての方にこそ告白の部はおすすめだったりするけど、でもぜひ私はみんなとお話もしたいので、告白の部は勝手にね進んじゃうからさ、ぜひお話もしに来てください。終わりが見えてきた。あとマスカラ押したら終わりだ。マスカラして、前髪して、服公開して、7時までに終われるか。あ、
つけてない。どうしよう、ラメどうしよう。何のラメにしようかな。浴衣だからね。8分の告白のセリフのセンスすごい。あ、嬉しいです。それはみんなからね募集したセリフなので、はい、みんなの才能ですね。そう、私さ、この告白の企画さ、やるのはなんかもう大丈夫になったんだけど、メンタル強強で、なんか昔はちょっと HP が削られてたんだけど、恥ずかしくて、もうなんか恥ずかしいもんなくなっちゃった。ウケる。恥ずかしいもんなくなっちゃったんだけどさ、でもこのみんなからもらったセリフを見るのがめっちゃ恥ずかしくて、そう、もうやるのは恥ずかしさなくなったんですけど、この自分で募集しておきながら見るのがめっちゃ恥ずかしくて、ちゃんとねセリフ決めるまでにめっちゃ時間かかるんだよね、いつも開くまでに時間がかかる。恥ずかしいなーって思っちゃって、結局でもそこから決めなきゃいけないから最終的に開くんですけど、いつもちょっと、ね、恥ずかしくて、送るのもなかなか恥ずかしい。確かにね、しかも匿名ではないもんね、そのなんていうの、外には出ないけど私には分かるもん、誰が送ってくれてるかって、ね、そう、でもすごい今回も皆さんがすごくいいセリフを送ってくださったおかげで、ああまつげついちゃった、マスカラついちゃった、マスカラついちゃった、動かせない顔が。マスカラついちゃった。よし、危ない。時間がないぜ、時間がないぜ。みえちゃんに告白したいの、あ、私への告白はもういつでも待ってます、いつどの部でもお待ちしてます。よし、メイク終わった、メイク終わった。完成しました、メイク、すごいめっちゃいい感じのツヤ、これがユーピンクのクッションファンデです。よし、前髪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 、もうね髪の毛のセットは終わってるので、あ、待って、リップ塗ってないじゃん、危ない危ない、リップ塗ってないやん。リップはどうしようかな、何しようか、分かった、これに今日このリップに、このこれもこの前買ったユーピンクのこっちのオイルにします。色味が結構似てるからこっちで、おおちょ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 、いかがでしょうか、かわいい。今日はユーピンク、この前買ったユーピンク全部使った。よし、前髪
髪の毛のセットは終わってるからあと前髪だけやれば終わるんだけど。そう、髪の毛さ染めようと思ってたんだけどさ、なんかこの髪色がいいみたいなこの髪色いい、この髪色をおしゃべり会で見たいって言われたので染めなかったよ染めなかったよ結局。てか染める時間がなかったっていうのが正しいんですけどね。幼稚だけど、え、嬉しい、今の色いい、本当にちょっと染めるタイミングがないくて困ってんだけど期間ある。本当にオリーブにしてるからかな。もうさ、妹がさ、本当は妹と一緒に美容室行く予定だったんだけど私結局行けなくて妹だけ美容室行ってて、この前その仕事終わりに会ってさ、会ったら髪色めっちゃ派手になっててバイト辞めたから髪派手にした。前髪めっちゃ綺麗にいった。いいんじゃない。これで固めるか迷う。いいか、固めるか。いや、ちょっと待って言葉にもうちょい薄くしたかった。もうさ、見てる側からしたら何が違うんって話ですよね。何をさっきからずっと前髪何も変わらないじゃないって思ってるでしょ。やっぱ時間がないぞ。いや、よし、これで OK。 発車。あら、かわいい。自分で言っちゃった。
よし、では、あ、時間ぴったり。では最後にお洋服を登場させます。これ脱ぐだけなんですけど、今でもちょっと脱いできますね。よいしょ、激突激突。私にしては珍しいピンクの肩出しのワンピースです。かわいい。なんかさ、ラプンツェルみたい。こっちに髪の毛をせたらこんなになりました。ちょっと鏡が邪魔だった。そう、オフィシャルです。もうさ、めっちゃ9月だけど、なんか夏服、夏コーデって言っちゃってたから、おしゃべり会だから、ちょっと夏っぽくしようと思って、最後の肩出し、いや最後かどうかは分からないけど最後かどうかは分かんないけど肩出し、はい、本日はこちらになります。これは7、8部で着ます。1部から6部は浴衣なので、浴衣はね、ちょっともう持っていく準備しちゃったので、ちょっとお見せできないので、ちょっと今日のお楽しみなんですけど、はい、7、8部はこちらになります。8部は、7、8部のうちの8部は告白企画になってますので、ちょっとこの服で告白させていただきます。なんかさ、いや思ったの、私もこの服着ることはちょっと前から決めてて、でセリフは昨日とか一昨日とかにみんなから募集したのを決めたんですけど、なんかこの8部のセリフで、なんか酔っちゃったみたいなセリフがあるのね。なんかさ、この服でさこの服で酔っちゃったみたいな言うのすごい、なんか軽い、なんかあざとってあざとそういう人いたらちょっと引っかかんないぞって引っかかんないぞってなりますよね。ちょっとあのセリフなんで そうですよ、こんな服で酔っちゃったとか、あともう一個の方がね、なんかなんだったっけ、もう一個の方がなんか、私たちって今の関係のままですか？この服で言わんで。その時はほっぺ赤めにしよっか。オッケー、じゃあちょっとチーク気持ち濃いめにしておくね、八分。では皆さん、この後ハイブ長岡でおしゃべり会お待ちしてます。会いに来てください。ぜひ、当日券がある分もあるので、はい、会いに来てください。では見てぴったり7時、よくやった自分すごいでは、じゃあランキングを読んで終わりにしたいと思います。まず仕事しか、え、待って、仕事終わりに来てくれるの、頑張ってね。よし、ランキング読みます。13位ケイタさん、ありがとうございます。12位ヨッシーさん、ありがとうございます。11位ヒーロさん、ありがとうございます。10位カンヤトさん、ありがとうございます。9位ヨッシーさん、ありがとうございます。8位ノートさん、ありがとうございます。7位トシさん、ありがとうございます。6位ラームさん、ありがとうございます。5位トチオの製造さん、ありがとうございます。4位ポン吉さん、ありがとうございます。3位ホッシーさん、ありがとうございます。2位ソラさん、ありがとうございます。山里さん、ありがとうございます。ではおしゃべり会楽しんでくるぞ。いただきます。あ、そうだ、新しい新入りだけ紹介しますね。こちら新入りのミッフィーです。かわいい。これその川越で買ってきたんだけど、川越のそのミッフィーちゃんのところのなんかパン屋さんなんだよね。ミッフィーキッチンっていうところにしかいないミッフィーちゃん、めっちゃかわいい。
っていう報告でした。ではありがとうございました。バイバーイ。